弟は人殺しの汚名をかぶることになったのです。姉さん、アイーダさんは僕の姉さん。はい、姉さんです。嫌いでも好きになりなさい。よし、ここから人生始めます。ラライアは昔の同志との再会があり、僕はアイーダさんを姉さんに迎えながらも、敵がいきなり張り付いてくる。本当かよ。我が弟の心意気をお見せなさい。宇宙からの遺産、